藤田ニュースウェブ。救急医療ってよくテレビドラマで何でもできるスーパードクターがやってるイメージをお持ちかもしれませんが、いろんな科の先生にこうしていったら患者さんがいい方向に向かうんだっていうことをお願いしながらやっているんですね。やっぱり医者も人ですよね。目の前にいる命を救わなきゃいけない時にいろんなメンタルを持ったやっぱりお医者さんいらっしゃると思うんですよ。体外医療で今 DMAT とかすごく注目されてますが、決して災害の被災地に行っても正義の味方ではないというか、自分一人で何ができたんだろう、かえってご迷惑をおかけしただけじゃないかってへこんでしまう方、医療者の方が多い。普段からなんとなく音楽大学って優れた演奏家をね輩出し、みんなそこへわーっていくところの波にだけ乗っかってることが音楽大学の務めなのかな、全ての学校ってそれでいいのかななんて思い始めていた矢先だったので、ものすごくそれは今回のこういう提携を考え始めて2人で話した動機づけにはなりましたよね。